お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちらロケットウォールブレイカーデッキをね使っていこうかなと思います。でこちらはまあまた前にもね紹介したことがあるんですけど、まあこれ今日使うんですけど、まあトロがねすごい落ちたんですよ。73からさっき6900ぐらいまでいて、このデッキでね今結構戻しているところをですね今こう頑張って、はい、上げているところなんで、今日ねもう本当に8000いきたいんで、で今日は無理ですけど、目標としてね今シーズンはもうガチでね8000いきたいと思っていますんで、ちょっとねトラゲしていきたいなと思います。さっき来ましたね。さっきも海外のプロと当たったんですけど、これまたあのウエストの方のプロプレイヤーですね、ブレイズ。いやー勝ちたいですね。でアイゴリか、なんだろう、なんか僕ずっとマジックアーチャー入りの高回転のオールブレイクを使ってたんですけど、こうやっぱりあれなんですよね、こうずっといろんなデッキやとか同じようなデッキが存在すると、やっぱそれに対してのメタデッキ的なのがこうやっぱ生まれてくるわけなんですよ。でまあそれに対してまたそのメタデッキが生まれると、ちょっと経ってからそのメタデッキに対してまた強いメタデッキといいますか、相性いいデッキがですねこう生まれてくる、無限ループなわけなんですけど、よいしょ、コンボいつか来るかな、よいしょ、っていうので、こうウォールブレイカー結構ね、まあ、勝てないことは全然ないんですけど、あのマジックアーチャーのね高回転の方のなんですけど、やっぱジャイダクネみたいなデッキとかが結構今ね増えてきていて、まあそれに対してリガ受けもないですし、なんかね意外ときついっていうので、なんかだんだんね苦しくなってきたんすよ。っていうので、まあデッキをすごいさまよってるところではまあありますね今。なんでこういろいろ試して、30とかも試しましたし、なんかいろいろ試して試して、うーん、おー一発ナイス、スカスよいしょ、試して今ちょっとこれでねトロが復活してきているっていうところなんでね、ちょっと上げれるといいとは思ってるんです。これアイスウィズがこっちからちょっかい出す。オッケー。いや、このチンコがでかい。これで完封ですね。まあ、うまくいけばトレネだけで完封できるんですけど、これアイスウィズが多分生きる。これアイスウィズ生かしての、あー意味ない。アイスウィズ、オッケーオッケー、これ入るくね？ウッドだけだったら止まんない？あー止まるんだよね、それが。さあ、相手は高回転の 2.9 ホグか 2.8 ホグみたいなやつですね。よいしょ。これはもうボムタワーで壊しちゃいます。で、この間で、この間にディガーで処理しつつ、さあ、でも、これ、高回転で、こう、ディガーオールブレイカー飛ばしても、その、スケコウモリでディガーを処理されて、その後のウッドで処理されちゃうんですよね、結局。なんで、僕としては、やっぱこう、ロケットで削っていくしかないよね、っていう。いや、このマスケット残るのつれえな、本当はこのマスケにロケ打ってたら、サイ&コーだったんですけどね。コーチャンネル。久しぶりだ。ちょっと、コーチャンネルのね、グラチャで12勝、旅。めっちゃ好きだったんですけどね、あれ。よいしょ。すごい大変そうでしたけど。よいしょ。やばい。これちょっといろいろやばい。オッケー。ミニペックがOK入ってないな、いい。オッケー。まあ、耐えた。これ一個ボム置いて、このボムを残さないといけないんですよ。オッケー。危ね！耐える。そう、ウッド使ったんで、で、こう、スケコウモリとか構えてる可能性あるんですよね、相手としては。ウッド使ったんで、これ入りますよ。こい、お願い。うわ、止まるんだよな、これが。意味わかんねえ、僕としては。さあ、マスク、一回耐える。で、これはトルネで耐えれますね。さあ、バルキリーに寄せつつの、うわ、これ、ロッキー削りか。オッケー。もうマスキーが多分来るんです。オッケー。これ押し、お願い、これやって。これやれると、マジでやる。さあ、ロキ2発圏内。まあ、相手は正直、ファイボだけなんで、このボムタワー突破がちょっときついよねっていう。まあ、5削りワンチャン来てもおかしくはない。さあ、で、まあ、バル、おー、まあ、ミニペで受けられるかな。5削り来ますね、相手。まあ、でも、僕もロケ削り行きたいっすね。もう5削り相手が来てるんで。で、これトルネだけだとワンチャン危ないんで、ボムも置いてあげて。危ない。ちょっと待って。OK、外してる。さあ、次のファイバー耐えるんで、僕は。一応ディガー飛ばしつつ、これロケで。お願い、耐えろ。勝った。来たー。よし、という感じで。まあね、まず、一戦目。これロケットだと、
結構マジアチャだったり、マスケットがきついんですよね。そう、高回転でこうマジックアーチャーじゃなくてこうマスケとかこう回されると、まあ、結構きついんですけど、まあ、マスケのデッキって基本的にホグであったりバルーンなんで、まあ、そこはなんかトントンと言いますか、こっちはマスケットの処理がなかなかできないんでこうきついんですけど、まあでも相手もホグとかバルーンはこうやっぱ施設プラストレーナーがあるんでなかなか通らないっていうので、まあ確実にねそこを防衛して、まあ、マスケットには自陣に来てからバルキリー当てるであったりな、そんな感じでいい感じに対応できれば、まあ、勝ち切れるかなと思いますね。ちょっと苦しいですね。まあ、7-1へ戻れたのは正直めちゃくちゃでかいですね。ほんと沼ってたんで、もう 6-8 とかいっちゃってましたからね、7-3 からでも上 7-5 とかいっちゃってますから、さあでかい上げたいですね、本当に。よいしょ。さあランバータルババ、あーゴレっぽいですね。ゴレ以外わかんないレベルのゴレの香りしますね。さあちょっと若干うるさかったかもしれない。まあまあまあ、よいしょ。さあゴレですね。これはベビドラ、ベビドラ、ん違う、あロイジェイだ、これロイっすね。出た。しかもこの位置のオーブンめちゃくちゃいやらしいんですよね。これゴブリンが奇跡的に竹取れる。これウェブが止まっちゃうか。まあまあまあ。これ一発入る。オッケーオッケーオッケー。で、このロイジェイですね。防衛、ボムタワーは多分ライトニング打たれるんですよ。普通に。と、まああとは光栄のベビーメガドの追加が厄介ですね。僕としては。まあこれライトニング打たれないように、まあアイスウィズとボムタワー離してね。どっちかにしか打たれないように。で、アイスウィズはまあこれ受けていいっす。オッケー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 。で、今、まだ前半なんで、相手のエリがやっぱ足りないっていうので、こういうところは守れますね。これちょっとね、いっちゃいますね。ウォルブレイカー単体だと、やっぱ樽もあるんで、あは、押せ、あこうバルキリーの後ろのウォルブレイカーの、まあ、強みとしては、押すんすよね、バルキリーをウォルブレイカーが。なんで、バルキリー自体がこうタワーに届く可能性があるっていう、バルキリー削りができる可能性があるんですよね。よいしょ。さあダメージとしてはでかいですね。でも難しいですね、後半守りきれるかっていう部分はありますね。ここ微妙に延命してあげて、今ウォールブレイカー飛ばすとオーブン来るんで、そうオーブン出てから飛ばして、これファイスピオ系エレキ踏んでも足りないから入るんじゃね。来た、いったオッケーオッケー、できるできるできる。でここはカード回し、アイスウィズを回しつつディガーで削ってきます。まあ、カード回しですね、ディガーは。で防衛すると、で、ここは、オッケーオッケー、このランバーめっちゃ美味しい、このランバーめっちゃ美味しい。で、このランバー回収しつつ、またウォールブレイカーで攻めれるんで、で、相手は、ランバーを攻めに使えないってなると、ここのね、ボームタワーなかなか突破むずいと思うんですよね。さあ、まあまあまあ。ここは、で、ディーガーで削ってきます。で、相手取れない、あと、タルババ咲いたんで、ここもね、ゴブリンで防衛できます。まあ、確実に抑えていきますね。ロケ2発では落ちないですけども、言ったら2発圏内ですね。僕としては。僕としては2発圏内で、まあ、守るんですけど、もちろん攻めながらね、守っていきたいですね。よいしょ。さあ、相手は防衛しないといけない。でも、まあ僕も防衛するんですけど、オッケーオッケー、D が入ってる。いいんじゃない？これアイスイズか？もう一発？いえ、これワンチャン左サイド来ますね。メガコがあるんで。おい。さあ、ちょっとこれ、一回ね、丁寧に防衛します。オッケー。これ勝ちましたね。来ましたね。で、相手今ライトニング来ても別に折れるほどの火力は出ないと思うんで、さあランバー咲きましたよと。で、遅れてでもオールブレイカー付け出すことによって、もうね、奇跡的に届く。届かなくてもロケ圏内。よし。さあ、神倒しましたよ。だって、これ神だよ。神。藤虎、神です。神って名乗っちゃってますからね。神じゃねえわ。さあラスティンいきますか。いやマジでね嬉しい、本当に。こう動画内で結構順調にこう上がってるじゃないですか。でもこう動画外でマジでトラ上がんなかったんですよ、本当に。先日ポノスファンミとかもあったんですけど、ファンミ始まる前とかもうこうクララはやったっすけど勝てねえわってけどもうちょっとねファンミ始まるけどちょっともう一戦もう一戦ってこうやるんですけど、いや、勝てねえわって感じ、こうね、苦戦してたんですけど、こう動画撮ってるとね、負けやすいと思うんですけど、喋ってる分。なんですけど、
こう勝てるのはね本当にありがたいですね。さあアーニャのファンさんよろしく。本当に申し訳ないんですけど、アーニャを知らないんですよね僕。アーニャってなんすか、有名なんすかね。なんか本当にごめんなさい、わかんない。さあまあアーニャのファンの方なんでしょう。さあ後で調べないといけないですね。トルネメガゴ、まあゴラーすかね。日本の方はゴレ多いですし、アンパイはゴレ説はありますね。ラバにトルネードは入ってないですし。さあ、まあ、一回ね、様子見、まあゴラーですね、これも。ゴレ以外の何者でもない気がしてきましたが、よいしょ、これがまあカード回しですね。相手のこのビビドラを受けるのが若干厄介なところはありますか。これボム使っちゃうか。どうせゴレ展開されても回ると思うんで。そう、ボムタワーで両サイいい感じに守れますね。オッケー。ふうで、タルババがあると思うんで、オールブレイカー単体では飛ばしたくないですね。で、やるならまあセパでトルネ咲かせれば1アド取れるんで。か、バルキリーオールブレイカーするとトルネタルで防衛してくるとかかな。オッケーオッケー。バルキリーオールブレイカーで、トルネタルのコストがでもないんで、まあ、無視か、無視っすね。で、まあ、タワー1本くれる。まあ、安定ですね。本当に、ゴレ使いの方は、タワー1本くれるんですね。でも、1本本気で取りに来るんで、そこがね、ちょっときついですね。このダクネが後ろに回ってくれなければ、すごいありがたいですね。よいしょ。で、これ多分コストはないと思うんで、攻めトルネする。よいしょ。さあ、これバルキリーで釣って、からのこのボムの爆破に巻き込めたら理想でしたけど。よいしょ。これあれっすね。ちょっと、ヒギ、お散歩。これ、あっち行きますよ。よし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 。よしよしよし、ベリーだな。お前はいい子だ。いい子だ。こう、ウォールブレイカーって、まあ、言ったら攻めのカードなんですけど、2コスで、この2体出るっていうので、まあ、受けとしてもね、優秀ですし、まあ、今みたいな使い方もね、全然できるよっていうのは、ちょっと覚えてて損はないかなと思いますね。さあ。まあ、あとは防衛力ですね。僕が防衛できるかどうかの戦いになってきます。よいしょ。さあ。まあ、トルネロ系で防衛できるんで、ゴレさえ溶かせれば光栄は。しっかりと、あとは一応気持ち平井心てかもう防衛ですね。ガチ防衛だけ考えて。で、これトルネロ系まとめてるんで、ちょっと待ってから。あ、でも、これロケだけでいいな。ロケだけからの、よいしょ。バルキリーで全体取りの、オッケー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 からの、もう耐えるゲー、耐えろ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 耐えて、これだって耐えるよね。なんかライト来る。オッケー来る。よいしょ。来た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 。お願いやめてみてか。よっ。さあ、ちょっと後でね、アーニャってなんだろうっていうのを、ちょっと本当に気になったんで、後でググろうかなと思います。よいしょ。というわけで、いやーちょっとね、マジで助かる。今季本当に落ちてた。ですけど、ちょっと、まさかの動画内で、トロ上がるの嬉しいですね。しかも、6677、ゾロ目、いいことありそうですね。はい、というわけで、まあね、これってワンチャンありますね。ゴレとか大型が多い環境、まあ、ホグとかはあんま見ないですけど、久しぶりに見ましたね。はい、というわけで、ちょっとバルキリーがね、いい味出してますね、やっぱ。トロ、他のトロ大隊でも絶対ウィザードとかそういうのに刺さりますし、結構いいんじゃないでしょうか。良ければお使いください。というわけで、8000頑張るんでね、ぜひ応援していただけたらいいかなと思います。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、